ウクライナ国防省が、多数のロシア軍のヘルメットや軍服が川岸に脱ぎ捨てられているのを、ウクライナ軍が発見しているみたい。ロシア軍は裸で川を泳いで渡って逃げ去ったと嘲笑している様子が撮影された動画を、インターネット上に投稿して話題となっているね。そうだね。さて今回は、ロシア軍兵士が軍服や装備を捨てて敗走していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この動画が撮影された日時や場所は不明だけど、ウクライナ国防省によればドニプロ川の川岸とされていて、ヘルメットとベストなどの軍服のほか、弾薬や手榴弾なども置き去りにされていて、状況から見てウクライナ軍の追撃に逃げ切れずに川を渡ろうとしたものか、あるいはロシア国防省がドニプロ川西岸からの撤退を完了した後に橋を爆破したことから、西岸に取り残されていた部隊が東岸に渡ろうとした痕跡ではないかとの見方もあるみたい。動画の中では、この様子を見たウクライナ兵たちが口々にロシア人は裸で、服も弾薬も何もかも捨て去って川を渡って逃げていった、ロシアのクマどもは裸で逃げ出したと嘲笑しているが、インターネット上では川を渡って敗走したように見せかけて、実は民間人の衣服に着替えてヘルソン市内などに潜伏しているのではないか?と分析する声があり、その証拠として自動小銃の弾倉はあるが、銃そのものが映っていないと指摘した上で、悪名高いスペツナズなどの特殊部隊による偽装工作の可能性があるとしているんだ。確かにそういうやり方もあり得るかも。今の流れからすれば有効策とも思えるよね。ただ、ウクライナ軍はヘルソン市奪還後、市内に残っているロシア軍の敗残兵を捜索しているが、これまでのところ少数の敗残兵を投降させたなどとの情報が見られるものの、ロシア軍の便衣兵による戦闘行為があったとする報告はない模様で、ロシア軍特殊部隊がヘルソン市内に潜伏している可能性は低いと見られているらしいよ。今回のヘルソン州のドニプロ川西岸地域からの撤退は、2月24日のウクライナ侵略開始以降、首都キーウ攻略の失敗、北東部ハルキウ州における階層的な退却に次いで、ロシア軍にとっては屈辱的な敗戦であり、周囲の反対を押し切ってウクライナ侵略を決断したプーチン大統領にとっては大きな痛手となったとの指摘があり、実際にクレムリン内やロシア軍上層部から大統領への不満が漏れ聞こえ出しているみたい。かつて旧ソ連時代から世界最強の陸軍としてもてはやされたロシア軍は、その自負から簡単に肩がつくとして始めたウクライナ侵略戦争において、開始からわずか3日後には実は脆弱な軍隊であったことをさらけ出していたからね。その原因については様々挙げられている中で、最も多いのは侵攻したロシア軍部隊における燃料弾薬食料の不足に加え、兵士の訓練や指導が不十分だったことにあるとする意見で、それらのことによって通常戦力による制圧が難しいと判断したロシア軍は、後方の離れた場所からの空爆、ミサイルやロケット弾、榴弾による砲撃による攻撃に重点を置き、さらにプーチン大統領は核兵器使用の可能性をちらつかせウクライナや西側諸国を脅して牽制したみたい。また、軍事専門家たちは、ロシア本土から完全な準備を整えて侵攻したロシア軍が、ロシアに隣接する国に侵攻してわずか数十キロしか進めなかったことに驚き、ある退役米陸軍大将は、ロシア軍はあまりに動きが遅く兵士の練度や士気が低いことは認識していたが、ロシア政府は少しの利益さえ手にすることができない可能性が高いのに、なぜ国際社会の反感を買う危険を犯すのか理解できないとして、プーチン大統領自身がロシア軍の戦力を過大評価していたのであろうと述べているんだ。多くの軍事専門家やジャーナリストがウクライナとの圧倒的な戦力差に、簡単に占領できるとしてあぐらをかいていたロシア軍の油断が、この侵略戦争を長引かせていると指摘しているんだけど、確かに油断はあったと思われるものの、それだけではなくもっと根本的なロシア軍の欠陥があると指摘する声があるみたい。ロシア陸軍におけるドクトリンは、旧ソ連陸軍からそのまま引き継いだもので、第二次大戦の大祖国戦争の英雄であるゲオルギー・ジューコフ元帥による戦車と大砲を並べ、前方にある全てのものを破壊せよとして、
圧倒的な数の戦車と重火器によって力の差で目前の敵を押し潰すというものであり、それは敵を物量兵器と兵力で圧倒さえすれば勝利するという単純なもので、戦闘における人的側面を無視し、近代兵器の威力や効果も無視するドクトリンってわけだ。そして、2月24日ウクライナ時間の午前4時、ロシア軍はこのドクトリンを実践すべく、4方面からウクライナへの侵略を開始したわけだね。まず第一として、ウクライナの首都である人口約250万人のキーウを攻撃する17個大隊戦術群と、支援部隊約によろず4000人は二手に分かれており、キーウの北方約 113km にあるベラルーシに駐留していた部隊と、その東側のロシア領内から進軍する部隊となっていたよ。第二の方面は、ロシア国境から 30km ほどしか離れていないウクライナ第二の都市ハルキウを目指して南下し、第三の方面はロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島と南の黒海側から、ウクライナ第三の都市である港湾都市オデーサを攻略するとしてヘルソン州からムイコライウ州に侵入したんだ。そして第四方面として、12個の大隊戦術群 BTG 約1よろず1000人が、ウクライナ東部ドンバス地方で親ロシア派武装勢力が支配する、ルハンシク州とドネツク州から西に侵攻してドンバス地方を制圧しようとしたってわけ。これら4方面で地上部隊が動くと同時に、ウクライナ国内にミサイル160発以上が撃ち込まれたほか、戦闘機と爆撃機約80機による空爆と地上部隊援護が実施され、侵略開始から24時間で約400回の攻撃が実施され、15の司令部施設、18の防空施設、11の軍用民間飛行場、6つの軍事基地が攻撃を受けたとされているんだけど、飛行場も含めてウクライナ軍の防空網の全てを破壊するには至らず、迎え撃つウクライナ軍に余裕を与えてしまったよね。ロシア軍地上部隊は一時、首都キーウ近郊に約 30km まで侵攻したものの、雪解けのぬかるみに車輪が埋まるなどして軍用車両の走行が阻まれて立ち往生する姿が視認されるようになり、その間に総動員令を発令して兵員を動員し体制を整え直したウクライナ軍から、歩兵携帯式の対戦車ミサイルや、トルコ製攻撃型ドローンバイラクタル TB2 などによる攻撃を受け大きな損害を出し、また補給路を断たれたことで弾薬や食料などが不足したためキーウ攻略を諦めて撤退したよ。ロシア軍はキーウから撤退した部隊を再編して、東部ドンバス地方に増援部隊として送り出したんだけど、この頃にはウクライナ軍も押されていた東部戦線において体制を立て直し、ロシア軍の進撃速度を遅らせることに成功していたよ。しかしながらこの頃までには、ロシア正規軍においては空挺部隊など一部の精鋭部隊を除いてその士気は低く戦意に乏しいことが判明していて、各地で戦闘を放棄して逃亡するロシア兵が後を絶たないとの情報や、丸ごとウクライナ軍に投降する部隊が出たなどとの情報が飛び交っていて、東部戦線、南部戦線ともに膠着状態になっていたんだ。そもそも侵攻と知らされていなかったって話もあったくらいだしね。士気が高いはずないと思う。そして、ウクライナ軍においては、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟国などからの兵器供与を受けて部隊を身辺に成功し、8月末から反転攻勢をかけたところ、補給難などで弾薬燃料食料などが枯渇していて、戦意をほぼ喪失していたロシア軍は各地で総崩れとなったってわけ。一部の軍事評論家などは今でもそれでもロシア軍の力はこんなものではないとして、再び攻勢に転じる可能性があると主張しているけど、国内の動員が国民の反対により進まないことや、精密誘導ミサイルなどの在庫の枯渇と、西側諸国による制裁でそれら兵器の新規製造が滞っていることなどから、プーチン大統領が、戦況を挽回するために戦術核兵器の使用に踏み切る可能性が高いとの懸念が広がっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。